イーロン・マスク氏は16日、旧ツイッターの X と宇宙企業スペース X の本社をアメリカ・カリフォルニア州から南部のテキサス州に移すと表明しましたアメリカでは子どもの性自認が変わった際に教師が保護者に通知するのを義務付けている場合がありますがカリフォルニア州では15日、それを禁止する州法が成立しましたマスク氏はその州法に反発し 本社を移転するということです。